本日のゲストをご紹介します。政治アナリストの伊藤敦夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして元衆院議員で元東京地検特捜部副部長の若狭勝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自民党のいわゆる裏金事件に揺れた国会が閉会しました。岸田総理は会見で自身の成果について強調しましたが、党内からは岸田降ろしの声が上がり始めています。先週金曜日、通常国会の事実上の閉会を受け記者会見を行った岸田総理、国会での成果などを強調しましたが、記者からはこんな問いかけが。から口調をお聞きしていて非常に疲れていると感じます。率直に今総理はお疲れかどうか。疲れが見えているとしたならば、それは私の不徳の一つところで、気力は十分みなぎっておりますので、やはりやる気、気力、これからもしっかり示していきたいと思いますし。引き続き政権運営への意気込みを見せた岸田総理ですが、自民党内からは岸田降ろしの声が相次いでいます。私はこれは個人的な思いなんですけれども、岸田総理総裁は夢目再選などと軽々しく口にすることではなくて、やはり思いとどまって、むしろ自由民主党に新しい扉を開く、その橋渡し役を私は担っていただきたいと思っているんです。おととい自民党の会合で茂木派の東議員は、岸田総理は次の総裁選に出馬すべきではないとの考えを示しました。また今月16日には麻生副総裁も出席した会合で、麻生派の斉藤議員が裏金事件をめぐり、リーダーの責任ということも私は大いに議論されるべきだというふうに思っています。次の総裁選におきまして、真に自民党を改革できるような総裁候補を応援したいと思っていますし、岸田降ろしにつながりかねない総理の責任論に言及しました。他にも今月20日には衆議院本会議前の自民党の会合で、茂木派の津島議員が公然と岸田総理を批判。私の率直な思いを申し上げます。本来岸田総裁がこの場に来て挨拶すべきではないかということでございます。総理自らが所属議員に苦労をねぎらうなど、心からの思いを発するべきではないかと迫りました。党内で急速に求心力が低下する岸田総理、その背景にあるのが改正された政治資金規正法をめぐる対応です。これまでパーティー券購入者の公開基準は20万円を超えた場合でしたが、改正法では5万円を超えた場合に引き下げられました。これは公明党が出していた案で、麻生副総裁や茂木幹事長は強く反対していました。しかしこれを押し切る形で岸田総理が5万円超への引き下げを決断。これをきっかけに麻生副総裁、茂木幹事長との関係が急速に冷え込みました。四面楚歌となりつつある岸田総理の今後と、9月の自民党総裁選を睨んだ動きを検証します。はい、ご覧いただきましたように、党内から岸田総理に退陣を迫る声も飛び出すなど、伊藤さん、今岸田総理を取り巻く政治状況どうご覧になりますか。今朝の読売新聞の線より面白いのが載っていて、はい、三面楚歌だと。三面楚歌、外交に行ってる時だけ、はい、包囲網がなくなるという意味らしいんですけど、まあ、国会が閉会した途端にこうした動きが一挙に飛び出してきた、はい、うん、でも逆に言うとこれ、もう不思議な感じがするんですけど、皆さん自民党の中では国会が閉じたから一段落したんだろう、うん、だからじゃあ次へってことだと思うんですけど、今回の国会で最大の争点になったのが言うまでもなく裏金問題、はい、あるいは政治資金規正法の改正の問題ですね、はい、これ各所の世論調査見て も誰もほとんどの人が納得してないんですね、うん、でそういう納得しない、ほとんど前に進まなかった改革案を一緒になって作り上げたのは自民党の議員の皆さんですよ。そうですね、うん、ある意味これだけ内閣の支持率が下がったり、まあ、自民党の支持率も結構下がってるんですけど、下がったのっていうのは岸田さんだけの責任じゃなくて、うん、自民党全体の責任のはずなんですよ。それがなんか一挙に岸田さんを下ろせばなんとかなるみたいなね、ははははそんなムードが出てきてるっていうのが僕はちょっと不思議な感じがしますね。言ってみるとこの全責任を今背負うような形に、今言ってみるとスケープゴートみたいになってるということですね。そうですね、ここまで自民党が追い詰められたのはみんな岸田さんのせいだっていうふうに、はい、まあ、しようとしてるのかなと、うん、でも自分たちも責任があるんだよってことが、うん、なんか僕は自民党の皆さんどこまで自覚してるのかなという気がしますね。確かにそうですね。いや、若狭さん、今伊藤さんの話を含めてこの今岸田さんが置かれている状況と、何かもう岸田さんにですね、まあ、言ってみると一点集中的な責任の負わせ方が今党内で起きているかもしれない、どうか聞きましたか。いや、私はですね、やはり岸田さんに対しての本当に自民党国会議員のもうとんでもない評価っていうのが根底にあると思うんですけれど、うん、何も別に岸田さんに責任を負わせて、まあ、要するにこの場を流れを、断とうとかいうことじゃなくて、やっぱり岸田さんに対してはやっぱりリーダーが、自らには甘く人には厳しくという姿勢で、まあ、それをやったら企業会社っていうのはほとんどダメなんですよね、はいはい、会社の社長が自分の不正については甘く、うん、人がやったことに対しては厳しくやっていればそれだけでもバッテンマークがつくわけですけれど、うん、まさしく岸田さんがやってきたのは自らも政治と金の問題、自分の派閥においてもそういうキックバック裏金っていうのがいろいろあったわけにもかかわらず、はい、その会長であった岸田さん、ずっと総理になってからもずっと会長し続けた、うん、その自らの処分を全くせずに、うん、他の派閥の人たちに厳しくしていると、うん、これをやったら多分組織はもう
たないんですよね、うんうん、だからもう根本はそういう、まあ、素朴な意識が国会議員自民党の中にあるんだろうと思います、うん、飯塚さんにもお伺いしますが、やはりこの今今国会のですね、まあ、岸田さんの振る舞いというものも一つの評価かもしれませんが、まあ、そうは言ったって今回の自民党裏金問題は党全体の問題、何かこの首をすげ替えれば解決するのではないかみたいな、まあ、かつて見たような風景も含めてですね、今飯塚さんはどう見ていらっしゃいます、うん、私はやはりあのリーダー、はい、リーダーとしてあのどうあるべきかということで2つ、うん、やはりそのあの本当 の, あの危機だったと思うんですね、自民党にとって、はいはいはい、これをうまく裁くというかですね、うん、ハンドリングする、うんうん、これがやっぱりあの岸田さんはあのご自身でちょっとこうあの独断で動いたり派閥解消したりしましたけれども、うん、それハンドリングがまずかったんじゃない、これ一つですね、はい、でもう一つはやはりその岸田さんご自身が責任を取っているのかどうかという、うん、この点ですね、はい、やっぱそのリーダーとしては一角上で、うん、その全体を、まあ、裁いていく、うん、そういう責任があるのは間違いないんですよ、まあ、やっぱただの一平卒じゃないんですけど、はい、そういう意味ではやっぱりあのリーダーとしてもうちょっとこう賞味期限が切れてきたのかなという不満が国会が終わって一気に出てきたんではないかというふうに思います、うんうん、まあ、そういった中、先週金曜日の総理会見で、先ほど VTR もありましたが、記者からですね、疲れているように見えますよと問われたところですね、総理は気力がみなぎっていると答えて、まあ、これがですね、自民党総裁選に向けての意欲をにじませたのかというふうにも捉えかねないというような発言にはなりましたが、さすがに疲れてますとは言えなかったと思うんですが、伊藤さん、まあ、実際どうなんでしょうかね。私はあの岸田さんはまだ再選を諦めてはいないと思いますね、はいはいはい、あの岸田総理って総理就任して以降およそあの国家間というのはあまり語られたことがないんですね。これからの日本を長期的な視野の中でどういう国にしていくとかっていうですね、うん、そういうその、まあ、一種のこう目標みたいなものを持って総理になったとはちょっと思えないんですよね。でそうすると逆にそういう総理っていうのは、うん、やっぱり総理の座に着くことが目的であって、うん、で着いた途端に目標達成なんですが、そうすると今度何考えるかというと、その長期的な政権の座について長期の政権を維持したいという思いにこう駆られていく感じがするんですね、はいはい、あのどちらかというと岸田さんは僕はそういうタイプだと思っていますので、うん、まだ諦めてないと思いますよ。それこそ紙面とかであるのは、まあ、客観的な事実だと思うんですけど、うん、はいはい、ご本人はどこまで自覚してるのかね。なんかこう本人の自覚、はい、非常に鈍感力の強い方だな、高い方だなという印象があって、うん、岸田派だけはまとまってるという思いを持ってるみたいですね。まあ、そういった岸田総理ですが、ね、ちょっと厳しい数字が出ているんですね。年々と読売新聞が今月21日から昨日に行った世論調査では、岸田内閣を支持すると答えた人は 23% でこれ、政権発足以来最低を更新しました。まあ、岸田総理としてですね、通常国会が終わって、まあ、9月の総裁選再選に向けてスタートを切ろうとした矢先にこの支持率が、まあ、政権発足以来過去最低と、これは若狭さん、これどんどん下がってるわけですね。これなんでこれ下げ止まりということがないんでしょうか。まあ、結局ですね、あの相場株価と同じように、はい、もっと悪いものが出てくるんじゃないかとかね、実態はまだ隠されてるんじゃないかと思うと、うん、支持率っていうのは上がらない、うん、むしろそういう不安があると、うん、まあ、実態の評価よりももっとその過剰に悪い評価がつきまとっていくっていうのがこういう、まあ、一つの人間心理としてあると思うんですよね。で実際にですね、まあ、後ほども出てくると思うんですけれど、あのキックバック裏金を結局また復活させたことの経緯については、うん、国会議員がもうほとんど今でも言いたいことをそれぞれ言って、はいはいはい、もうそういうようなのを見てると、うん、もう自民党は要するに何を今後出てくるかわからない、うん、まあ、そういう自民党にはもうちょっとついていけないという思いがまず先行するんで、はい、支持率は上がらないと思うんですよね、うん、ですから私はもっとね、あの支持率を上げるんだったら大底を見ないとダメだと思うんですよ。大底、はい、つまり自民党がむしろもう国民がびっくりするほどサプライズ的な、実は自民党の中でこういうことしてましたとかね、はあ、いうようなことを言って、でもこれはもう悪いことが自分たちの部内でも分かったからこれを改革していきますとかね、うん、まあ、逆説的に言えばですね、はいはい、そういうようなことをやれば初めて、あ、自民党も本気で自分たちのことをきちんと改革しようという意欲があるんだってのは伝わってきますけれど、そういうものがないもんだから、まだ大底を打ってると思わない、大底を打ってると思わないと支持率っていうのはまだ下がるんじゃないか、他の人の評価が下がるんじゃないかと思うと、なかなかこういう形で、うん、少なくとも、下値でずっといくか、うん、あるいはもう少し大底を打つかとかいうようなことになりかねないと思います。これ伊藤さん、これ政権浮揚の兆し要素あり得るんでしょうかね。ここから、まあ、はっきり言うとほとんどないですよね。ここから上がってくるというのは何か材料がないと。一つはあのイメージの崩壊っていうのがあると思うんですね、はい、岸田さんに当初抱いたイメージっていうのは国民の皆さんあったと思うんですね、はい、ソフトであるとか聞く力だとか、はい、でそれがことごとく裏切られたっていう思いを、うん、おそらく大多数の皆さんが持っている、うん、そうすると一度こう期待した分だけ失望感が高くなるんですよね、はい、うん、ですから崩壊したイメージって実はもう回復ってほとんど無理なんですよ。でそうすると何をやっても評価されない、うん、で、まあ、現状は多分そうだと思うんですよ。所得税減税やっても評価されないとかですね、はい、何やっても評価されないと、うん、でそれに追い打ちをかけたのが今回の極めて緩い政治資金規正法改正、うん、これに対する国民の怒りというのはまだまだ全然収まってないと思います ね。 その点もちょっと見ていきたいと思うんですが、今回この政治資金規正法の改正をめぐってですね、あの岸田総理は会見で政治家の責任強化ですとか政治資金パーティーのですね、パーティー券の購入者の公開基準を引き下げたということで、まあ、一定の改革を行ったんだというふうに強調はしているんですね。けど若狭さん、これ政治資金の透明性に向けてこれ様々な番組でも議論しましたが、まあ、ずらりと並んで今回の改正、法ですね、はい、これは一歩前進と言えるんですか。
まあ、前進とまで言えないと思うんですけど、うん、まあ、今よりは若干マシ、つまり、うん、本当はもっと大きな外科的手術が必要なのにもかかわらず、はい、なんか蚊に刺されたと、ちょっと痒いからこの辺をちょっと、ね、痒み止めかなんかを、塗りましょうかという程度の問題だと思うんですよ、はいはい、比喩的に言うと。で、私はまあもう20年前に特捜部の副部長をやっている時に、この政治資金規正法のいわゆるザル法と言われているところに壁があって、うん、責任追及ができなかったという思いがあるんですけれど、うん、で今回この改正するという話を聞いた時に、20年間ずっとそのまま変わらなかったことが初めてここでね、うん、大きく変えられるんじゃないかという私はすごい期待を抱いたんです、はいはいはい、で結果的には今申し上げたように、もうザルがそのままザル法がそのまま温存されて、やったことというのは痒み止め程度だということだとすると、もう今後また同じような問題というのはずっと引き起こされる、うん、で特に捜査の観点でいくとですね、はい、まあ、本来その国民の感情はこういう裏金もらったりなんかしていても政治家が処罰されないのはおかしいじゃないのと、市民感覚からして会計責任者だけ責任を起訴されて有罪になるというのはおかしいじゃないの、政治家もやっぱりきちんと処罰されるような方向に行かなきゃダメなんじゃないのっていうところが多分原点として問題意識としてあったと思うんですが、はい、今回のこのいろんな改正についてはそうした政治家の刑事責任の追及という点においてはほとんど、うん、もうそのままできない、うん、ザル的なところが残っている、うん、確認書っていうのがあるんですよね、そうですね、はいはい、その一番上の、はい、で確認書っていうのも政治家が収支報告書を見てこの通り間違いありませんっていうのを確認するというのが確認書なんですけれど、しかしながらですね、そんなこと言ってもいざ刑事責任を問われようとすると政治家の方がいや確認しました、うん、本当にしっかり確認したんですけど、あそんなところにその隠れたなんか問題があったんですね、うん、これは私の道義的政治的な責任、全て私の道義的政治的な責任でありますというようなことを言ってしまうと刑事責任の追及はできなくなるんですよ、ね、で今と同じなんですよ、そうですね、はい、だからそういう意味においてはほとんどこの確認書っていうのは、まあ、目くらましみたいなので、うん、国民の目線からいくと、あ確認書いいじゃん、政治家が確認していてそれで刑事責任問えるんじゃないのということなんですけど、それはある意味で騙しなんですよ、あ、まあ、そういった中で今若狭さんがおっしゃったようなですね、本来だったら外科手術に当たるものが一つは政治改革かもしれません、会見でこのように述べています。政治改革に終わりはありません、選挙制度や国会での議論のあり方などを含め議論課題は、まあ、山積しています。国民のため民主主義を守るための普段の改革取り組んでまいります。まあ、そうは言っても今国会でこの選挙制度とかですね、この国会改革の議論というには及ばなかった印象です。伊藤さん、このあたりどういうふうに捉えますか。少なくとも前回の平成 の政治改革、はい、リクルート事業の改革の時は、はい、最初に何やったかというと、問題の背景に一体何があるのかというのを徹底的に解明しようとしたんですね、はい、政治と金がそこで生まれる、あるいは濡れて縄のお金が政治家調達する、うん、何が背景にあったんだろうというところから入ったわけです、うん、でそうすると全て関わってくるんですね、選挙制度も関われば、うん、政治金制度も関われば、うん、それから国会も関わるし地方分権も関わってくるんですよ ね、 はい、でそういうところを総合的に問題点を摘出した上で、うん、当面これをやらなきゃいけないねっていう方向で動いたわけです、うん、今回は全く逆なんですよね。そういうその全体的な背景を一切調べることなく、うん、起きた問題に対していかに軽微な傷で逃げ切るかっていう発想しかなかった、うんうん、だからさっきの若さんの比喩とちょっと違いますけど、例えば大きく開いた傷口にですね、濡れたらすぐ剥がれるような小さな絆創膏を貼ってなんとか逃げようと、なんかそんな感じになってしまってるんで、うん、道半ばとかこれから普段の政治改革をって岸田さん言われても、うん、じゃあ今回どうだったんですかって話になると、うんね、ちょっと信用できないなと感じですよね、うん、でしかもですね、その、まあ、いわゆる、まあ、今伊藤さんの表現でいうと絆創膏を、はい、これ与党が最初に出すなら分かるんですけど、これ最初に出したのは野党ですよね、はいはい、法案として出したのは、はい、その点について菅前総理なんですが、昨日ですね、文藝春秋のオンライン番組で自民党案を何が何でも先に出すべきだったが野党の後になったのはどう考えてもおかしいと述べていました。伊沢さん、どう見ましたか。これに限らずですね、やはりまずは与党が法案を出して、はい、そこから野党のこう注文を入れていくっていうのが普通の法案の審議なわけですよ、はいはい、それ逆になってしまったことで、うん、まあ、私が言っているそのハンドリングの問題ですね、うん、中身もさることながらなんか対応が作戦がねまずかったと思いますね、うん、まあ、そこは岸田さんご本人なのか茂木幹事長なのかね、うん、サボタージュしてたのか分かりませんけれども、はいはいはい、まあ、本当に、ね、戦略として失敗だったと思いますね、うん、それが、まあ、そういった状況の中でやはり岸田総理のですね、今国会の対応ですとか、さらに9月の総裁選に向けて自民党の中堅若手議員からも厳しい声が上がってきています。この後詳しく伺っていきます。岸田総理の総裁選出馬についても厳しい声が上がっています。おととい自民党の会合に出席した茂木派の1年生議員でいらっしゃる東衆議院議員なんですが、岸田総理は夢夢再選など口にしないでほしいと発言がありました。まあ、公然とですね、若手から岸田さん出馬しないでくれというような、まあ中身のですね発言のようにも感じるわけなんですが、若狭さん、この党内の雰囲気、はい、若狭さんも元衆議院議員でいらっしゃる、はい、自民党議員でいらっしゃったから分かると思うんですが、はい、この空気感でどういうふうに捉えていらっしゃいます。もうこれは相当もうマグマのように、はい、もうどんどん吹き出ると思うんですよ、ね、これからも吹き出ていく、はい、で結局先週の21日の岸田さんの会見を聞いて、はい、まあ、あの時に岸田さんがもう少し弱気なこと、あるいは総裁選に向けて、うん、まあ、これからいろいろ総裁候補が出てくる中でいろいろ議論したいとかね、いうような形で
少しあのトーンを下げるような形であればまだしも、はい、そうじゃなくてやっぱり、意欲満々で、うんうん、総裁選に自分が勝とうという、ね、思いをまだ残してるというかね、多分にあるというふうに見えたもんだから、はい、これは相当ね反撃して落とさないと、はい、岸田さんはちょっとやそっとじゃもう自分からどうのこうのなんてありえないということだから、うん、もうわーっと出てきたんだと思うんですよね。強気だからこそ強気になってるってこと、そういうふうな今空気なんですか。まあ、結局あのうまく言って岸田さんを、うん、もう橋渡しだからねやることはやったからもういいんじゃないのって言って、うん、うまく言ってもう辞退してもらえる要素があるとすれば、はい、むしろ悪口は言わないんですよ岸田さんに対して。あはははは、悪口言っちゃうと余計反感を抱いちゃうから、うん、うまくこうなんて動かして、岸田さんの気持ちを動かして、あそうかじゃあ俺まあいろいろやってきたからねって言って花道をちゃんと作ってあげるようにできるんだったら言わないんですよ。あのもうあんたじゃダメだっていうのをね、はい、露骨に言うとダメなんですよ、はい、でも逆にその露骨に言わざるを得なくなってきたと、それは岸田さんのそのスタンスがまだ相当意欲があると、うん、総裁選またね勝ち抜こうという意欲があるというふうに見えたもんだから、みんなこれは大変だっつってうわっと吹き出た、うん、それが岸田さんが今後もそういうようなスタンスを持ち続ければマグマのようにも自民党の国会議員の中からはもうわーっとどんどん出てくると思います。なるほど。伊藤さんどういうふうにご覧になりますか、今党内の雰囲気。うん、まあ、国会終わった途端に声が出てきたなというのと、それから安倍菅政権の時と比べると、はい、やっと自民党らしくなったなと。あ、なるほど。あの時はもう唇物言えば唇寂しの状況で、執行部に対する批判なんか一切出てこなかったんですね、はいはい、言ってたのはまあ、石破さんと村上政調さんぐらいしかいなかったんですけどそうです、はい、こういうふうに1年生議員や中堅議員が自由に突き上げるというムードは、うん、これはもちろん岸田さんの求心力が低下しているということは前提ですけれども、はい、まあ、自民党としては前の自民党を見てた人間からすれば、うん、まあ、当然の話だろうなと、うん、思いますが、ただ1年生議員が声を上げるんだったら政治資金規正法の改正問題の時に声を上げてほしかったなと。それもありますね。もっと思い切った改革をやらないと自民党はダメになるよぐらいのことをね、うん、思い切って言ってほしかったなっていうと、うん、もう一つはやっぱり蒸し返しになりますけれども、やっぱり自分たちの選挙を考えてるからなんですよね。はい、そうですね。でこのまま岸田さんで言ったら自分たちの選挙が危ういと思ってる人がたくさんいるわけで、うん、そういう人たちが声を上げてる部分もあると思うんですが、うん、ただかつてリクルート事件で竹下さんが責任取って辞任した後にですね、伊藤正義さんが総理候補に偽せられたことがあるんですね、はい、要請も受けてたんです、うん、それに対して伊藤さんは表紙を変えても中身が変わらなければダメだって断ってるんですね、うん、なんか今見てると表紙という岸田さんを変えればなんとかなるっていうね、うん、なんかそんなムードが自民党の中にこう どん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 蔓延しつつあるのかなって、うん、そんな感じがしますね。あ、今月16日にはですね、麻生派の斉藤元総務政務官がリーダーの責任も大いに議論されるべきだと、次の総裁選において真に党を改革できる総裁候補を応援したいと、まあ、これ岸田総理に対する責任論に言及したわけですね。でちょっと気になるのが先ほどの東議員もそうですし、今回のこの斉藤議員もそうなんですが、その隣にですね、派閥の領袖がしっかりと座ってるんですよね。これ伊藤さんどうご覧になりますか。まあ、だから一つはその派閥のトップ麻生さん、はい、茂木さんの心情をおもんぱかって、はい、まあ、ちょっとごますってやろうかなというのもあるのかもしれないし、同時にやっぱり派閥のトップの意向っていうのがある程度まあ下の人にも伝わってるとすれば、うん、裏読みすればどうも麻生さん茂木さんは岸田さんに完全にこう反旗を翻したというか、岸田政権の続投は良しとしないという方向で動いてるなっていうのは若手の議員もまあ察知した上での発言なのかなという気がしますけどね。うんうん、今国会岸田総理の対応を巡ってはこんなこともありました。先週木曜、不信任案の採決を前に行われた自民党の代議士会です。茂木派の津島衆院議員は岸田総理が出席していないことを批判していました。でこの翌日です、津島議員の発言を受けた岸田総理は急遽代議士会と参院議員総会に出席しています。伊藤さん、先ほども岸田総理の求心力低下しているという話もありましたが、はいはい、岸田総理陣営からすると求心力をこう上げていく手立てというのはどう考えているんですかね。これなかなかそれがないからこう頭を抱えているのではないのかなと思いますけど、まあ、終わった途端に経済対策を打ち出して、電気ガスの補助再開なんかが、まあ、一つ出てきたのは、まあ、なんとか支持率回復したいなという思いがあるんでしょうけど、もう6月から猛暑なのにね、8月まで待つのっていうのが一般の方の受け止め方だと思うんですよ ね。ああいうの見てるとなんかもう打つではないのかなと、どうしてもそんな感じがしてしまうんですね。外交の岸田とか言ってるけど、具体的な成果ってのはなかなか難しいですよね、外交の場合はね。伊勢さん、いかがでしょう。先ほどね、若狭さんが、まあ、こうご本人だけがこうやる気でいると言って、要するに現状の危機をね、分かってないんじゃないかと。やっぱり私3年前の菅さんとよく